これがあれば一安心だ。いざという時使えるな。これで一安心だ。
ロムルスの信奉者と見せかけた偽の異教徒たちが昨今町を荒らしています。困った人々は教皇に救いを求める。ボルジア家にか。ボルジア家がこの襲撃を先導しているようですが、確証はありません。だからこそ奴らの手紙がいるのです。これを見ろ。暗号だ。解読できるか。ああ、また暗号か。解読できるかと思ったんですが、暗号表を使わないと解読できないようです。何一つわからない。理屈だけでは戦いに勝てない時もあるさ。元気を出せ。町に味方がいると言ったな。会わせてくれ。こちらへ。変革が起きる。最近は蛮兵を避けるために地下道を利用しているのですが、市内にある入り口の多くが破壊されていまして、地下を通れば邪魔者に会うことなく目的地に着けるというわけです。いやあ、いやあ、ニッコロ。あっちょも、あんたがエチオさんか。俺はファビオ・オルシーニ。あんたのことは聞いてるよ。いとこのバルトロメオからだ。バルトロメオか。ファビオからテベル島にある貯蔵庫を借りることができました。トスカーノではもっとマシなもてなしを受けてたと思うが。十分だ。よし、じゃあ俺はロマーニア行きの準備に取り掛かる。今はチェーザルが大将だが、遠からず奴とおさらばできることを祈ってるよ。それではいよいよボルジア襲撃計画を立てるとしましょうか。おい、その計画には時期尚早じゃないのか。いえ。では聞くが、カテリーナが連れ去られた先を知っているか。何ですと。では秘宝がボルジアの手に渡ったことも知らないようだな。何があったのです。全く敵のことを何も知っていないじゃないか。せめて裏社会の協力は得られないのか。無理です。我が方の傭兵部隊はチェーザルに組みするフランス軍に苦戦中です。枢機卿や要人がよく訪れる召喚で働いている女たちにも味方はいますが、そこの女主人といえば我々への協力にあまり積極的ではないようです。町の盗賊たちはどうだ。ギルドはあるか。ありますが交渉を拒否されて、理由は分かりません。どうするおつもりです。仲間を作るのさ。